皆さんこんにちは、こつばです。今回のこつばチャンネルの題名はこちら、江戸幕府開府、徳川家臣団が大名へ、江戸初期石高ランキング、誰がどこに何万石で配置された、関ヶ原の戦い直後編ということで、今回のこつばチャンネルは1600年の関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康、これにより広大な領地を手に入れることになります。この領地をバランスよく収めていくために各地に重臣たちを配置していくことになります。今回は配置された家康の一族と重臣たちを石高が高い順に1万石以上の大名を紹介していきたいと思います。それぞれ役割を持ってその領地に出向いていくことになります。そして徳川家の家臣の中でもこのタイミングで1万石を超える大名に立身出世する家臣たちがたくさんいることがわかります。そして多くがその家を守り、江戸時代を通して続いていくことになります。それでは早速紹介していきたいと思います。1、結城三河守秀康、下総結城10万1000石から越前北の庄68万石へ。母はお万の方、家康の次男として徳川家の代表としてこの1600年の大戦に臨み、宇都宮城にて対上杉景勝に備えています。戦後この功により約7倍の加増で越前北の庄、現在の福井に移封となります。これは加賀100万石の大大名である前田家の抑えと言われている配置となります。実際に金沢城と北の庄城は距離では約75キロという近距離に位置しているということになります。秀康自体は1607年に亡くなってしまいますが、この後は子供の松平忠直、忠政と多くの子供たちとその子孫たちから大きな一族を形成していくことになります。2、松平薩摩守忠義、武蔵御師10万石から尾張清須52万石へ。母は尾張の方、家康の四男として関ヶ原の戦いでは本戦における唯一の家康の息子として華々しい初陣を飾ることになります。この時はまだ20歳を過ぎたばかりの若者となります。家康から次の後継者候補の一人にも目されていた人物で、この戦いでも武名を挙げることになります。この功により福島正則が治めていた清須52万石へ加増移封となります。この地への四男忠義の配置はこの西日本大阪に対する抑えの役割となり、重要な配置となります。ここに徳川一門を配置することで防御を高めることになります。そしてこのように将来を期待された人物に限って、悲しいから1607年に病で28歳という若さでこの世を去ることになります。この後は同じく家康九男の徳川義直が清須に入り、名古屋城築城後にそちらに移り、御三家の尾張徳川家が始まることになります。3、井伊兵部正直政、上野高崎12万石から近江沢山18万石へ。先週のどうする家康でも家康や忠勝から止められるほど関ヶ原で最後まで暴れ回っていた直政、この戦いでの武功、事後処理での活躍から6万石の加増を受け、近江沢山の地に新たな礎を築いていくことになります。この配置については尾張清須よりさらに京に近く、西日本の抑えと京の守護の役割となります。格別な役割をこの時点で徳川家中筆頭の井伊家が担っていくことになります。実際に京都までの距離は約65キロとなります。そしてここは旧石田三成領ということで、三成の居城である沢山城は引き続き使用せず、新しい時代の到来ということもあり、山城であるこの沢山城から彦根城に移すことになりますが、この直政は彦根城の完成を見ることなく1602年に亡くなることになります。そしてこの直政の後は長男の直継、後の直勝、次男の直孝と引き継がれていくことになります。そして彦根藩井伊家は江戸時代にこの地を一度も離れることがないまま明治維新を迎えることになります。4、武田七郎信義、下総佐倉5万石から日立水戸15万石へ。母は武田家臣秋山氏の娘にあたるお妻の方で、家康の五男として生まれています。関ヶ原の戦いの時には家康より江戸城留守役を仰せつかっています。その後1600年のこの大戦の際に戦闘に参加していなかった佐竹家の出羽への転封が決まった後には旧佐竹領に移封となり、その地を与えられることになります。これも旧佐竹領で関東の守備において重要な水戸の地に一門を配置することに至っています。ここから新たに10万石クラスになった家臣3名を紹介します。5、奥平美政の神信政、光助小畑3万石から美濃加納10万石へ。家康の長女亀姫の夫奥平信政は関ヶ原の功により美濃加納10万石へ3倍を超える加増で違法となっています。長篠城にこもり武田勝頼からの猛攻に耐えたあの武将はここまで出世してくることになります。
攘夷を占める家康の子供たちを加えなければ直政に次ぐ石高で、かつ忠勝や康政と同じ石高となります。関ヶ原の戦いの後の京を守り、西軍の首謀者の一人である安国寺恵景を捕らえることにも成功しています。1602年には隠居しており、三男の忠政が加納藩主を継ぐことになります。加納城は交通の要衝に位置しており、西と東につながる重要な地となります。6奥平大膳大夫家政、下野宇都宮十万石へ、一つ前の奥平信政の長男として生まれています。父信政、母家康の娘亀姫の間に生まれ、家康の孫として奥平家の武将として、1600年には秀忠軍として上田合戦、そして中山道を進むことになります。奥平家は徳川家中において大きな石高を誇ることになります。この宇都宮への配置は、かの天海僧正の推挙があったことによるものとなります。この北関東の守りの要となる地を任せられるほどの人物となります。この宇都宮に入ってからは城下の整備に着手し、宇都宮の基礎を築いていくことになります。妻には本多忠勝の娘を迎えており、跡継ぎとなる奥平忠政が生まれています。家政は父に先立ち1614年に亡くなっています。7鳥居左京之助忠政、下宇佐矢作4万石から陸奥岩木平10万石へ、父鳥居元忠が伏見城での壮絶な最後を迎えたことにより鳥居家の家督を継ぎ、そして父の功により岩木平10万石に2倍以上の加増となり、違法となります。この配置は北の奥州諸大名、とりわけ仙台藩伊達家の抑えとしての役割が非常に大きい配置となります。この左京之助忠政は山形藩に違法となるまでこの岩木平を治めていくことになります。ここから出てくる2人の石高は据え置きとなります。8榊原式部太夫康政、光助館林10万石、関ヶ原の戦いの時には秀忠を補佐すべく秀忠軍として中山道を進むことになります。この関ヶ原本線への治佐により加増とはなりませんでしたが、一説には加増の話自体はありましたが誇示したと言われています。この康政は江戸幕府開府後ほどなくして1606年に亡くなることになります。9本田中司太夫忠勝、上総大滝10万石から伊勢桑名10万石へ、関ヶ原の戦いの本戦において自ら暴れ回り多くの死球を挙げています。この先行により加増の話があったと言われておりますが、この忠勝は加増を誇示し桑名10万石に違法となり、その代わりに丘陵上総大滝に5万石で次男の本田忠友に与えられることになりまして、これを加味すると本田忠勝親子としては15万石になり、実質的な加増となるかと思います。しかし石高としては10万石のまま東海道沿いの交通の要衝桑名に移ることになります。忠勝はこの桑名城下の整備に着手し、この礎を築いています。10大久保相模の神忠親、相模の国小田原6万5千石、秀忠軍として大久保軍を引き連れ中山道を進むことになり、本線には治山することになります。加増の話はありましたが誇示して小田原の地にそのまま残っています。そしてこの忠親の代で大久保家は小田原藩を改易となり、時を経てまた戻ってくることになります。ここからは10万石未満の譜代家臣たちとなります。11平井は和江の神近吉、光助前橋3万3000石から甲斐甲府6万3000石へ、関ヶ原の戦いの際は北関東の守備として光助前橋城の守備を担当しています。これまでの功により甲府に3万石を加増されることになります。家康に長く仕えた功績によるものとなり、そしてここからは家康の子供を盛り立てていく立場となります。過去に松平信康の守役を務めておりましたが、これ以降1600年に生まれた九男の義直に仕えていくことになります。義直が甲府25万石を与えられ、その後に尾張藩に義直が入ると犬山城12万3000石でお付け家老として付き従うことになります。12大須賀出羽守忠政、上総久留里3万石から遠江横須賀6万石へ、大須賀家を継いでおりますが、父榊原康政の長男として関ヶ原の戦いには父とは別に本戦に参加し功を挙げることになります。これにより祖父であり養父の大須賀康隆がかつて築城し守った遠江横須賀城に2倍の加増で入ることになり、これは家康の配慮によるものとなります。ここからは5万石が5人ほど続いていきます。13石川長門守康通、上総鳴門2万石から美濃大垣5万石へ、関ヶ原の戦いの際には清洲城の守備を担当し、その先行により大垣5万石を与えられることになります。父は家老を務めた石川家斉となり、この要衝の地である美濃大垣に配置されることになります。
しかし康通は父に先立ち1607年にこの世を去ることになり、甥の忠房が継ぐまでの間、父家成が隠居の身から再び政務に復帰することになります。14、小笠原信濃の神秀政、下総古賀3万石から信濃飯田5万石へ。関ヶ原の戦いの時には結城秀康と共に対上杉景勝対策として宇都宮城にて北関東の守備を担当しています。これにより丘陵に近い信濃飯田に違法となり、その後に松本に違法となります。家康の孫娘徳姫を妻として迎え、徳川一門として続いていくことになります。15、本田出雲の神忠友、上総大滝5万石へ。本田平八郎忠勝の次男で、父と共に関ヶ原の戦いの本戦で活躍し、父が伊勢桑名に違法になったことにより父の丘陵大滝に5万石を与えられることになります。武勇に優れた平八郎忠勝の次男はこれより後に大阪夏の陣で討ち死にすることになります。16、本田文後の神安重、光月白井2万石から三河岡崎5万石へ。本田彦次郎家の当主として関ヶ原の戦いでの功により徳川家本田家にとっては大切な地となる岡崎に2倍以上の数を持って違法となります。これは家康からの相当な配慮による配置となり、安重そして父広隆のこれまでの功績によるものかと思います。この本田一族も本田家の中では価格が高い本田家となります。17、松平左馬之丞忠頼、武蔵松山1万石から遠江浜松5万石へ。桜井松平家の松平忠頼は家康の甥にあたり、関ヶ原の戦いの際は岡崎城の守備を任せられ、その功により先ほどの本田康重と同じくかつて家康が居城としていた浜松を与えられることになります。国高では5倍もの数増となっています。松平諸家の中では頭一つ抜けている国高の配慮となります。しかし1609年に水野忠胤の家臣に殺害されるという悲しい最後を遂げることになります。18、内藤武前の神信成、伊豆韮山1万石から駿河駿府4万石へ。内藤家で別家を起こしているこの信成は、関ヶ原の戦いの際は駿河三枚橋城の守備を任せられ、家康よりこの功により駿府4万石という破格の扱いを受けることになります。先ほどからの3人、三河岡崎本田康重遠江浜松松平忠頼、駿河駿府内藤信成と家康が人生において重要な時期を過ごした居城となり、この地を取り返しこの家臣たちに与えられておりまして、家康からの信任も厚い将たちとなります。家康が駿府に移ると信成は近江長浜に違法となり、ここでも幼少の地を任せられています。19、松平稲葉の神安本、下総関宿4万石、関ヶ原の戦いの際には江戸城留守居役を務めています。この安本自体は家増はなく、1603年に亡くなり、あとは長男の忠義が継ぐことになります。20、松平伊豆の神信和、下総深川5000石から日立土浦3万5000石へ。藤井松平家の当主として関ヶ原の戦いの際には対佐竹として守備を任せられ、7倍の石高を配慮することになります。21、堺河内の神重忠、武蔵川越1万石から光月前橋3万3000石へ。堺歌の神家の当主として関ヶ原の戦いの際には家康軍として本戦に参戦しています。この功により平岩親吉が治めていた前橋に加増違法となります。堺歌の神家はこれより幕府の中枢として幕政において大きく貢献していくことになります。22、戸田左門和明、武蔵九次来5000石から近江大津3万石へ。戸田家の支流となりますが、関ヶ原の戦いの時には秀忠軍に組み込まれ、上田城攻めを止めるように進言したとされ、家康の信頼が上がったと言われています。琵琶湖沿いに是々城が完成すると、この京都に近い重要なこの地は和明に任せられることになります。彦根藩とともにこの是々藩も徳川家にとって重要な地となります。23、内藤左馬之助政長、上総讃岐2万石から上総讃岐3万石へ。父内藤家長は関ヶ原の戦いの前哨戦の伏見城の戦いで鳥居元忠と共に壮絶な最後を遂げ、その家長の功もあり、これにより1万石の加増となります。これより政長は海域大名の城受け取りを多く務めていくことになります。24、松平現場の神家清、武蔵八幡山1万石から三河吉田3万石へ。竹の屋松平家の当主となり、この関ヶ原の戦いでは本戦には参戦せず、清洲城の守備を担当することになります。その功によりかつて徳川家後進の堺左衛門城忠次が長く治めていた城吉田城を任せられることになります。3倍の石高となる3万石への加増となり、竹の屋松平家にとってもゆかりの三河に戻ることになります。
25松平沖の神定勝下総小南三千石から遠江掛川三万石へ家康の威夫帝となり関ヶ原の戦いの後に東海の交通の要衝である掛川城を与えられています。この定勝から始まる久松の松平家はこの後何度も歴史の表舞台に登場していくことになります。26松平周防の神安重武蔵鬼才2万石から日立笠間3万石へ関ヶ原の戦いの後に笠間3万石へ数多い方となります。父松井忠次は多くの戦いで功を挙げていくことになり家康からの信頼も厚く松平姓を課しされこの安重については家康より偏見を受けています。この安重は家族の上違法となっています。この安重の妹である花当番位は井伊直政の正室となります。27堺宮内太夫家継下総臼井三万石この家継は関ヶ原の戦いの際には秀忠軍として中山道を進むことになり本戦に帰参することになります。1604年には高崎城5万石へ加増違法となりますが井伊直政違法後に高崎城はその間諏訪頼光が城代を務めておりましてその後の違法となります。なので今回27番目での紹介は戦後据え置きだったのでここで紹介させていただいています。この後には加増違法を繰り返していきあの庄内藩堺左衛門の城家となっていきます。28水野日向守勝成三河刈谷3万石関ヶ原の戦いの直前の父の死により家督を相続この戦いでの石高は据え置きとなります。以前に西軍の将の一人である小西行長に仕えていたこともあり行長が捕らえられ市中を引き回されていた際に編笠をかけてあげたという逸話も残っている人物です。そしてこの勝成の戦場での働きはこの後も続いていくことになります。29諏訪稲葉の神頼光光月総社1万2000石から信濃高島2万7000石へ関ヶ原の戦いの時には秀忠軍に加わり真田家より上田城の受け取りを担当しています。戦後功績によりついに諏訪に戻ることになります。その際に2倍以上の加増の上の違法となります。そして江戸時代通してこの諏訪の地で生きていくことになります。30保科肥後の神正光下総多古1万石から信濃高遠2万5000石へ関ヶ原の戦いでは浜松城を守備しその功によりかつて保科家が高遠氏に仕えていた頃の旧地である高遠派に加増違法となります。この後に秀忠の諸子である保科正幸をこの高遠に迎えて養育していくことになります。31内藤首里之助清成相模5000石から上総をはじめとする2万1000石へ関ヶ原の戦いの際には秀忠軍に加わりその功により加増を受けています。また家康より現在の新宿御苑一帯の広大な土地を賜ることになりますが1606年には家康より官居を被ることになり第一線を退くことになります。32大久保自衛門忠助上総茂原5000石から駿河沼津2万石へ大久保忠世の弟は兄忠世の分も乱世を生き抜きこの関ヶ原の戦いの後に1万5000石を加増され大名となります。これまでの功も非常に大きくこの徳川家の領地が広がったことにより忠助にもその大名となる機会が訪れたことになります。そしてこの静岡県の沼津は関東への西の入り口となり要衝の地となります。33大久保加賀の神忠常武蔵鬼才2万石へ父大久保忠親に従い秀忠軍として中山道を進むことになります。その功により鬼才2万石を与えられることになります。この記載は現在の埼玉県加須市となります。この忠常は非常に聡明な人物であったとされ将来を嘱望されますが1611年に父に先立ち病でこの世を去ることになります。34菅沼島の神貞頼光月阿保1万石から伊勢長島2万石へ関ヶ原の戦いの際には駿河広告寺城の守備を任せられその功により1万石の加増を受けることになり伊勢長島に違法となります。野田菅沼氏の当主としてこの動乱を乗り越えていきますが子孫は旗本となっています。35土屋創造忠直相模3000石から上総久留里2万石へ武田家に最後まで付き従った土屋創造正常の子である忠直は甲州征伐を逃れて駿河に身を寄せ家康に召し抱えられ関ヶ原の戦いの際には秀忠軍に従軍することになります。そして戦後は大須賀忠政が治めていた上総久留里現在の千葉県君津市久留里に2万石を与えられ大名となります。そしてこの土屋家は幕府において老中を務め幕閣でも活躍していくことになります。武田家から徳川家柳沢家も含めた歴史ファンにとっても嬉しい流れとなります。
36成瀬隼人正成下総葛飾軍4千石から下位2万石へ。関ヶ原の戦いの際に家康軍として本戦に参戦、その功により大幅に数を受けることになります。正成の行政手腕は相当なものがあり、家康の下で活躍し、その後には家康九男の徳川義直のお付け家老として子孫も尾張藩を支えていくことになります。37本田縫殿助泰利、下総総佐軍5千石から三河西尾2万石へ。関ヶ原の戦いの際は家康軍として従軍、酒井左衛門尉忠次の次男として生まれ、本田彦八郎家の本田忠次の養子として本田家の武将として生きていきます。戦後この功により徳川家、酒井家、本田彦八郎家かっこ稲本田家にとって時を長く過ごした地三河に戻ることとなります。政務の中心の西尾城は現在の愛知県西尾市に位置している城となります。38松平泉の神家則、光助縄1万石から美濃岩村2万石へ。関ヶ原の戦いの際には三河吉田城の守備を任せられ、戦後に美濃岩村に2万石の加増違法となります。この荻生松平家は子孫からは幕府にて老中を輩出し、幕政を支えていく人物が出ていくことになります。39戸田丹波の神安永、武蔵東方1万石から光助白井2万石へ。関ヶ原の戦いの際には大垣城の抑えを任せられた家康の義理の弟となります。大垣城での戦闘で味方に損害を出すことになります。武蔵国東方は現在の埼玉県深谷市、加増転封先は北西に50キロ離れた光助白井となります。すぐ古賀藩に転封されることとなります。この戸田松平家は最終的には信濃松本藩で幕末を迎えることとなります。40光力摂津守忠房、武蔵岩槻2万石、関ヶ原の戦いの際は秀忠軍に加わりますが死産、この際には石高は据え置きとなります。家康からの信頼が厚い光力清長の孫となります。この忠房は後に家光の信任を得て島原の乱の後の島原城を任せられることになります。41菅沼大膳大夫貞俊、光助吉井2万石、関ヶ原の戦いの際には秀忠軍に加わります。戦後は引き続き吉井を治めていくことになります。吉井は現在の群馬県高崎市吉井町、旧吉井町となります。戦後間もなく1602年に亡くなっています。42牧野馬之丞安成、光助王吾2万石、秀忠軍に加わり上田城攻撃に参加しますが、この際に軍規違反があり撤去することになり、処分が解かれるのは1604年の徳川家光誕生の時となります。43鳥居土佐の神成次、甲斐矢村1万8千石、関ヶ原の戦いの際は家康軍として本戦に参加しています。父はその前哨戦となった伏見城で壮絶な最後を遂げることになる鳥居元忠となります。後に徳川忠長のお付け家老となっています。44松平下総の神忠明、光助長根7千石から三河筑で1万7千石へ。奥平信政の四男として生まれ、18歳でこの関ヶ原の戦いに家康軍として父信政と共に参戦、この功により三河筑出に1万石を加増され1万7千石で違法となります。この筑出は現在の愛知県新城市、旧筑出村となり、ここの亀山城はもともと奥平氏の本拠地となりまして、この地に戻ってくることになります。家康の孫で松平姓を下賜され、この家系は奥平松平家として続いていくことになります。この忠明は秀忠家光期において幕府の中枢として幕政を牽引していくことになります。45青山日立之助忠成、相模7千石から日立江戸先1万5千石へ。秀忠の守役を務めておりまして、関ヶ原の戦いの際には秀忠軍に加わっています。戦後功により8千石を加増され、江戸先を拝領することになります。江戸先は現在の稲敷市に位置し、旧江戸先町となります。江戸幕府において関東総奉行として政務を司りますが、1606年には家康の官居を被り蟄居となり、その後すぐに許されることとなります。46山口田島の神重政、上総5000石から日立牛久1万5000石へ。秀忠家臣として1600年の大戦は秀忠軍として出陣することになります。この功により大名に列せられることになりますが、大久保忠隣の養女と息子の縁組により改易となり、その後時を経て1628年に再び牛久1万5000石に復帰することとなります。
47岡部内膳の神長森下宇佐山崎12000石岡部の苦労人として恐れられた猛将で、この1600年の大戦の際は対上杉快活として下野黒羽城に詰めることになります。戦後は引き続き下宇佐山崎を治めていくことになります。この山崎は現在の千葉県野田市山崎となります。48北条美濃の神宇治森河内狭山11000石関ヶ原の戦いの際は西尾隊に属することになります。父は北条宇治憲となります。ご北条氏5代目の宇治直が亡くなると、その医療4000石を継ぐことになり、父宇治憲の医療7000石を合わせて狭山11000石となっています。これにより狭山藩北条氏は江戸時代を通して生き抜いていくことになります。49伊那備前の神忠次武蔵小室10000石関東大官頭として抜群な働きをしていくことになります。埼玉県伊那町に本拠を置き、多くの治水工事や関東の地盤固めに貢献していくことになります。50秋元越中の神長友上野薄井郡4000石から上野総社10000石へ、会津征伐時に上杉快活のもとに使者として赴いています。関ヶ原の戦いの後にも上杉への降伏を促す使者として出向いています。この功により加増を受け大名に列せられます。もともとは深谷上杉氏の家臣で、その主家も御北条氏に降伏し、小田原合戦後に徳川家に仕えることになります。この子孫からは江戸時代に老中を複数人輩出する家柄となっていきます。51阿部備中の神正次武蔵鳩ヶ谷5000石から武蔵鳩ヶ谷10000石へ、関ヶ原の戦いの際は家康軍として参戦。その功で相模の国口座軍一宮に5000石を加増され、10000石の大名に列することになります。子孫たちは加増を積み重ねていくことになります。この家系は多くの老中を輩出することになり、幕末の動乱の最中、開国時の老中主座を務めた阿部正弘はこの家系の子孫となります。52天野三郎兵衛安影下宇佐3000石から駿河広国寺10000石へ、関ヶ原の戦いの際には江戸城留守居役を務めることになります。家康を長きにわたり支えた安影はこうしてここに大名となります。過去には三河三奉行の一人となり、江戸町奉行も務め、広国寺に入ってからも領内の整備に努めています。53稲垣平右衛門長重上野3000石から上野伊勢崎10000石へ、関ヶ原の戦いの時には牧野安成の大御城を守っています。もともとは牧野家家臣でしたが、後に徳川家直参となっています。関ヶ原の戦いの後には7000石を加増され、10000石を領する大名となっています。54堺備後の神忠俊武蔵川越3000石から駿河田中10000石へ、関ヶ原の戦いの際は秀忠軍として加わっています。忠俊は堺歌の神家となり、堺重忠の弟、そして家光家において幕政を牽引する堺讃岐の神忠勝の父にあたります。この違法先の田中城は現在の静岡県藤枝市に位置しておりまして、この城はかつて徳川家と武田家が激戦を繰り広げていた地域となり、山形正景や与田信重らが守っていたことでも知られる城となります。ここに入った忠俊は領国の整備を行っています。またこの忠俊は幕政においても長くにわたり老中として活躍していくことになります。55堺歌の神忠世武蔵川越5000石から上野名和10000石へ、関ヶ原の戦いの際は秀忠軍に加わり中山道を進むことになりまして、本戦に治参することになります。しかし戦後は5000石を加増され、上野名和10000石となっています。一つ前の堺忠俊は叔父にあたり、父は堺重忠となります。その後も加増されていき、幕閣において老中を務め幕政を牽引していくことになります。56根津庄之助信政上野豊岡5000石から上野豊岡10000石へ、関ヶ原の戦いの後に5000石を加増され、10000石を領することになります。もともと根津氏は信濃の国重の一族となり、氏は武田家に仕えています。そしてこの根津家は乱世を生き抜き大名となりますが、子孫は1626年に武士断絶により改易となっています。57松平御左衛門和成上野三の倉5500石から下野板橋10000石へ、父松平近政が伏見城で鳥居元忠内藤家長と共に壮絶な最後を遂げたことにより、その先行もあり加増され大名に列することになります。板橋は現在の栃木県日光市に位置しています。荻生松平家の所流となりますが、父の存在によりこの流れをたどることになります。58水野隼人守忠清上野小畑10000石へ、関ヶ原の戦いの後に功により上野小畑10000石へ違法となり大名に列せられることになります。
小畑は現在の群馬県甘楽町に位置しています。水野勝愛の弟にあたり、後に書院番頭や総社番を務めることになる人物です。59、水野一の神忠胤、三河水野一万石へ。関ヶ原の戦いの際には兄勝成と共に大垣城の抑えを任せられることになります。このようにせっかく大名となりましたが、1609年に家臣が松平忠頼を殺害するという事件を起こし、家臣の不行により忠胤は切腹となってしまいます。60、小笠原左衛門之助信行、武蔵本城一万石。関ヶ原の戦いの際には兄酒井家継と同じく秀忠軍に加わることになります。関ヶ原の戦いの2年前に養父が亡くなり、伊那小笠原氏の家督を継承しています。元は酒井忠次の子供として生まれています。61、時山城の神定義、下総守屋一万石。関ヶ原の戦いの際には秀忠軍に加わっています。戦後所領守屋を引き続き治めていくことになります。子孫は天保を経て沼田藩で定着することになります。62、北条左衛門大夫氏勝、下総岩富一万石。関ヶ原の戦いの際には三河岡崎城の守備を担当、戦後は引き続き岩富を統治していくことになります。岩富は現在の千葉県佐倉市岩富町となります。北条綱重から始まる玉縄北条氏となりますが、跡継ぎは星名家より家康の甥にあたる氏重を迎え、氏重は跡継ぎがなく、この家系は改易となってしまいます。63、松平上総介忠輝、武蔵深谷一万石。家康六男忠輝はこの後元服し、1602年に佐倉5万石、1603年には川中島12万石となっていきますが、今回は戦後直後の1万石で紹介します。64、松平殿物神忠俊、下総尾身川一万石から三河福大津一万石へ。父松平家忠は伏見城で壮絶な最後を遂げた一人となります。その功もあって石高は変わりませんが、先祖代々の地である三河福大津の地を与えられることになります。福大津は現在の愛知県ぬかた郡幸田町福大津となります。そして本日最後はこの名称。65、本田佐渡の神正信、相模玉縄一万石。関ヶ原の戦いの際は秀忠軍につけられています。すでにこの徳川家中において家康の側近として徳川家の舵を取る一人となりますが、過去の出奔のこともあり、自分を毛嫌いしている他の家臣たちのことも考え、一万石という領地のまま引き続き仕えていくことになります。息子の正純には3万石まで加増を受けても良いが、それ以上を受けるなと残したものの、結果的に15万5千石を与えられた後に改易となっています。ということで、今回は関ヶ原の戦いの論功交渉後の内容も反映した江戸時代初期の石高ランキングを紹介させていただきました。江戸時代に入ると目まぐるしく加増天保がありますので、ランキングも難しいですが、今回は関ヶ原直後の1603年頃までの数字を反映いたしました。多くの家臣たちが大幅に加増されており、中には加増を誇示した家臣たちがいることもわかります。また関東から三河や遠江、駿河の三国領有時代のゆかりの地、先祖伝来の地を与えられた者もおりまして、家康の計らいを感じることもできます。そして実際にここからさらに大きく江戸時代初期に加増されたり、名門譜代家臣が大元宝になったりと、ランキングも変わってくるものがありますので、どうする家康放映中にもう一度紹介できたらと思います。この度は最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。